どうも皆さんこんにちは。ポケマゼのオーダー攻略です。オーダー1471。リーダーはサルノリ。チョコとオリーブ。オリーブが得意ギミック。マヨネーズの中にオリーブが入ってるみたいなので、マヨネーズの中身を解除してあげつつ、スキルを1個作って、あ、スキルの向きこれ逆だったわ。あれ？そっか、左から右でしたもんね。これごめんなさいごめんなさい。完全に勘違いしました。なんとかなりませんかね。なんとかなりませんかね。ちょっと無理やり感がやばいですけれども。だもし、横向きのスキル使うんだったら、ちゃんと右から左の向きのやつを使わなきゃダメですね。ということで、まあちょっとご両親感が半端ないですけれども、オリーブ消してあげて、でチョコを消してあげて、で最後にオリーブを得意ギミックで消してクリアですね。後手残して三つ星いきます。あー、これだったら大丈夫です。真ん中なんで。これだったら大丈夫です。スキル作ってあげて、でチョコとマヨネーズ一掃してあげて、で、あとは得意ギミックでオリーブをまとめて消してあげれば OK ですね。で、メガホンが4つありますんで、これ全部合体してクリア。すいません、編成ミスりましたが、クリアできました。オーダー1472。リーダー、トゲピー。角砂糖とバターと練乳。角砂糖と練乳が得意ギミックですね。トゲピーが全然いないので、一旦増殖が非常に厄介なバターを先に片付けたいですね。これでバターは終わり。で、ついでに厄介な練乳も片付けますね。OK。で、ど真ん中の角砂糖も消えましたんで、これはもうスキルで氷を溶かしてあげて、で、次にもう一回スキルで角砂糖を消してあげて、で、あとは適当にマッチングさせてクリアですね。8手残して三つ星いきます。まずは氷を溶かしてあげて、で、あとは全部得意ギミックでいきますね。あー、1個だけ残ったか。すいません、1個だけ残りましたんで、間違えた。消してクリアです。オーダー1473。リーダー、不思議だね。ポップコーンとカブ。ポップコーンとオリーブオイルが得意ギミックなので、ポップコーンを消せる分消しつつ、で、さらに消せる分消しつつって感じでしょうかね。そしたらスキルで基本的には株を消してもいいような気はしてますが、隣接でも消せるんで、どうしましょうね。真ん中のポップコーンも隣接でいっちゃいましょうか。で、上の株はもう隣接だけで消せそうですので、上は終わりですね、ほぼほぼ。じゃあもう左右はスキル使っちゃいましょう。右側消して、で、左側もスキルで消して、6手残して三つ星いきます。あー、これはちょうどバッティングしいきますね。で、オリーブオイル解除してあげてのスキル発動でポップコーンを消して、で、あとはスコアを稼げばクリアですね。あー、ごめんなさい、不思議だね、2残ってました。オーダー1474。リーダー、モクロ。
塩コショウとナッツと缶ですね。ナッツが得意ギミック。とりあえずスキルを1個作ってあげて、で上の缶は消しちゃいますね。うん、あーでな鍋の中からスキル出てきましたね。で適当にマッチングさせてあげて、でスキル2個できてますが、今塩コショウ閉じていますので、今のうちにもう1個スキル作っておきますね。うん、でこの状態で塩コショウを一掃しちゃいます。うん、でスキルもう1個作るか。うん、で下側を一掃しますね。8点残して三つ星いきます。こちらはスキルを1個作ってあげて、で下側をまず一掃して、で上側も一掃して、であとはスコアを稼げばクリアですね。オーダー1475、リーダーメッソン、トマトとくるみと野菜。とりあえず上のくるみはもう合体させてあげたいですよね。早めに左側に持っていって合体しましたね。でスキルを使えば真ん中は簡単に処理できそうですので、スキルもう1個作ってあげて、でそしたら1個ずつ、まずはここ左側でくるみ合体のトマトが入って、で今度は右側くるみ合体のトマトが入って、であとはスコアを稼げば OK ですね。5手残して三つ星いきます。これはそうですね、スキル一応もう一個作っておいての、で右側でスキル合体させて、でくるみ2個合体しますよね。うん、でちょっと離れてるくるみはもうこれ適当に手で持っていって、であとはスコアを稼げばクリアですね。はい、今回の追加オーダー1451から1475、すべてノーアイテム三つ星チャレンジクリアすることができました。今回もいつもの通りデリバリーポケモン、料理メモを適用したポケモン、それからイベントポケモン、課金ポケモン等々は使用しておりません。次回は来週9月の14日です。では今回の動画はオーダー1471から1475でした。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。